皆さんこんにちは、フクロウです。今日は本日配信された一期当選エクストラバーストのリセマラ情報をお伝えしていきたいと思います。その前に、このゲーム戦闘システムは基本的にはオートとなっていて、でスキルだけね、今のように手動で行うという形になります。で、このゲーム12人ぐらいキャラクターが必要なんですが、それはですね、ガチャで入手できるようになっています。で、ガチャはね、石1500個使って回してですね、 SSR が出たら大当たりという形になっています。 SSR はですね、金色で表示されていて、まあ、当たるとですね、このように豪華な演出が待ってるという形になります。で、チュートリアルがですね、数分で終わるんで、そうしたらプレゼントボックスから石を全部回収してもらって、右下のね、ガチャっていうところを押します。で、ガチャなんですけど、 SSR がね 3% の確率で出て、チュートリアル10連ともらった石20連でね、30連分回せるんで、それでね、できるだけ多くの SSR を狙うっていうのが基本的な形となります。こちらのゲームですね、気になる方は概要欄からダウンロードできるようになっていて、まあ、そこにですね、公式サイトとかゲームの情報がね、書かれてると思うんで、確認してもらえればいいかなというふうに思います。で、引き継ぎ方法とかもね、そこに書いてあるんで、まあ、ご覧になってもらえればいいかなというふうに思います。